皆さん、こんにちは。2022年10月31日にジャニーズ事務所を電撃退社した滝沢秀明さん。現在は 2B の新社長として、やめジャニの再生工場として活躍しています。今回はそんな滝沢秀明さんの壮絶な生い立ち、兄の死と原因、遺書について詳しくお話ししたいと思います。滝沢秀明さんは、かつてジャニーズ事務所に在籍していたタッキー&翼の元メンバーで、芸能活動引退後はジャニーズ事務所の副社長、ジャニーズアイランドの社長を務めていました。しかし2018年12月31日のジャニーズカウントダウンライブを最後にタレント業を引退し、ジャニーズ事務所副社長、ジャニーズアイランド社長に就任し、経営側に転身しました。ジャニーズジュニアの黄金期という一時代を築いた立役者であり、間違いなくジャニーズ事務所の顔の一人だった滝沢秀明さんですが、2022年10月31日に突如ジャニーズ事務所からの退社が発表されました。そんな滝沢さんは兄と姉がいる3人兄弟の末っ子として育ちました。滝沢秀明さんの兄が経営していたもんじゃ焼き店滝沢屋は2011年に東京都渋谷区宇田川町にオープンしました。滝沢秀明さんも兄の店がオープンしたことを喜んでいたようです。しかしお祝いの花を見て、経営者が滝沢秀明さんの兄であることが世間にバレてしまいます。瞬く間にネット上に拡散され、一躍話題になりました。滝沢秀明さんの兄はとても弟思いだったようで、お店で滝沢秀明さんのグッズを販売しており、ファンの間で人気に火がついたようです。お店には連日ファンが訪れる盛況ぶりだったといいます。そんな繁盛店になった店でしたが、開店から2年ほどしたあたりで急に閉店してしまったといいます。常連客などにも閉店の話はなかったと言われており、心配の声が上がったそうです。しかし滝沢秀明さんが2018年7月19日に TBS バラエティ番組桜井有吉座夜会に出演した際、すでに兄が亡くなっていることを明かしました。滝沢秀明さんは番組内で三宅健さんへ宛てた手紙を読み上げ、僕には兄がいました、数年前に亡くなってしまいましたと告白。兄が亡くなっていたことが公表されたのはこの時が初めてで、兄の死を知らなかった視聴者を驚かせました。滝沢秀明さんの兄は2歳年上です。死去を公表した2018年当時は滝沢秀明さんは36歳だったため、数年前に亡くなったということは30代前半で、死去した可能性が高いと言われています。さらにそんな滝沢さんですが、お兄さんが亡くなる前と亡くなった後で様子が一切変化していなかったことなども逆に話題になりました。滝沢さんはお兄さんが亡くなっても普段と全く同じように仕事をしており、お兄さんが亡くなったことは一切感じさせなかったそうなのです。こうしたところはさすが一流芸能人だと思い知らされます。では兄の死因は何だったのでしょうか。あまりにも早い死去ですが、死因については公表されておらず、何が原因で亡くなったのかは今も不明なままです。ファンの間では事故、自殺、病気など考えうるほとんどの死因が憶測として飛び交いました。30代の主な死因は1位が自殺、2位が癌、3位が事故です。しかしたとえ滝沢秀明さんの兄とはいえ一般人であるため、今後も死因が公表される可能性は低いでしょう。では遺書は残されていたのでしょうか。現在の段階で滝沢さんの兄が遺書を残していたのかは分かっていません。しかし遺書を残しているのであれば、自殺をされている可能性は高いと思われます。いつか遺書の存在が明かされる日が来るのでしょうか。現在兄の店があった場所にはすでに別の店舗が入っています。兄の死去が公表されたのは2018年で、その時に数年前に亡くなったと明かされたので2013年頃を境に死去した可能性は高そうです。オーナーの死去により経営を引き継ぐ者がおらず、もんじゃ焼き店は突然の閉店を余儀なくされたのかもしれません。突然のことにファンも動揺を隠せませんでしたが、亡くなった兄が安らかな眠りにつけるよう祈りたいと思います。それでは続いて滝沢さんの壮絶な生い立ちについてご紹介していきたいと思います。滝沢秀明さんは1982年に3人兄弟の末っ子として生まれます。しかしなんと生まれたのは分娩台ではなくベンチだったのだそう。
産気づいた滝沢秀明さんの母親が病院に駆け込むも、その日は運悪く分娩台がすべて埋まっていたのだとか。そのため母親は滝沢秀明さんを待合室のベンチで産むことを決意。壮絶なドラマのような話です。滝沢秀明さんが幼稚園の時に両親は離婚しています。ある日、滝沢秀明さんは父親に荷物を運ぶのを手伝ってほしいと言われたそう。それまで父親は滝沢秀明さんとあまり口を聞かず、分かりやすい愛情を伝えてくれることもなかったのだとか。そのため滝沢秀明さんは喜んで手伝いますが、荷物を積み込んで去っていった父親はそのまま帰ってこなかったと言います。なんと滝沢秀明さんは離婚して出ていく父親の手伝いをしてしまっていたのです。後からそのことに気づいた滝沢秀明さんは少し後悔したと言います。子供からしたらかなり酷な仕打ちですよね。両親が離婚した後、滝沢秀明さんの生活は一変します。母親は女手一つで3人の子供を育てるため朝から晩まで働き詰めだったそうですが、それでも家計は苦しかったそう。食べ物も買えず、小麦粉を水で溶いたホットケーキのようなものにケチャップをつけて食べたり、それすらもない時はお菓子のみでしのいでいたのだとか。唯一のごちそうは餃子だったそうですが、豚肉が買えないためシーチキンを入れていたといいます。そのため初めて本物の餃子を食べた時、これは餃子じゃないと驚いたそうです。そして服を買うお金もなかった滝沢秀明さんは真冬でもタンクトップと短パンで学校に通っていたといいます。そんな滝沢秀明さんと兄を校長先生は小学校の朝礼で全校生徒の前に立たせたことがあったそう。そして皆さんもこの子たちのように元気になりなさいと一言。当時はバブル全盛期、服が買えない家庭など滝沢秀明さんの家だけだったといいます。滝沢秀明さんは校長先生の話を聞いて理由が違うと思ってしまったそう。校長先生ももう少し配慮してほしいと思います。案の定友達からもただの貧乏じゃんと言われてしまったそうです。また滝沢秀明さんは服だけでなく文房具も買えなかったといいます。学校に落ちている鉛筆や消しゴムを拾い、これは俺のだと嘘をついてもらっていたのだとか。今の滝沢秀明さんからは全く想像ができません。そんな滝沢秀明さんは1年の中でもクリスマスが特に嫌いだったといいます。クリスマスになると何かとイベントがあります。しかし滝沢秀明さんの家ではクリスマスを祝う習慣がなかったそう。そんな中、小学校でクリスマスの思い出というテーマで作文を書く授業があったのだとか。その時に滝沢秀明さんはお父さんからバイクのプラモデルを買ってもらったという嘘の作文を発表して乗り切ったのだそうです。なんとも切ないですね。そして滝沢秀明さんは母親を支えるために中学生にしてすでに自立を考え始めます。まず最初に考えたのは当時好きだったプロレスで生計を立てる道。しかし中学1年生にして身長143cm、体重 33kg という平均よりも華奢な体つきのために断念。そして最終的にたどり着いたのが姉が大ファンだったキンキキッズが所属するジャニーズ事務所だったのだそう。滝沢秀明さんは生活のためにジャニーズ入りを決意、自分で履歴書を事務所に送ったのだとか。そして見事に書類選考とオーディションを通過し13歳でジャニーズ入りを果たします。滝沢秀明さんはジャニーズ入所後初取材に出かけるときに、僕はこれから先マイナスなことは絶対言わないよと母に宣言したそうです。滝沢秀明さんの覚悟がわかる重い一言ですよね。現在 2B の社長として活躍されている滝沢秀明さん、兄の死を乗り越えて活躍されています。多くのファンをプラスに導いてくれる滝沢さんの今後の活躍に期待していきたいと思います。いかがでしたか。今回は滝沢秀明さんの壮絶な生い立ちから兄の死について詳しくご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。